吉野さん、まあ、力がある者にとっては他者っていうのは重荷になることが多いですねで力がなき者にとっては人に頼れる利点という風にね感じてしまいますどちらも人脈です私もね力がない頃は自分にメリットがある人をこう選んで寄りすぐって人脈っていう風に名付けてましたけども失礼な話ですよねだってメリットがない人については人脈って思わないわけですから 人ってそんな風に仕分けるもんじゃないなという風に今は感じてるんですけども最初はよく分かってなかったですね、うん、ギブテイクみたいな言葉も使ってましたけども本来はギブギブギブで成り立つビジネスのはずなんですよギブテイクってのは要するにくれる人にはあげるよっていう打算が入ってるんですよねでも もう本当に恩返ししたいほどギブしてあげればいいじゃんっていう話なんですよね結局ねだから無料コンテンツをいくらでも出してそこに視聴者さんが少しでも来てくれるなら信頼関係を保ってくれるならコメントを書いてくださるならきつい質問をしてくれるならとかねいろいろありますよね。 まあでもね本当私いろいろ思ったんですけどもあのマトリックスアフィレイトって本当こうやってね着かせるぐらいの仲になったなと思ってるんですよ私何回でも使いますけどもこれは信頼と友情の表れかもしれませんねで私と吉田さんの関係っていうのは客観的に見たら強く結びついてるようですけどもでもね本当こう軽い関係なんですよ軽いんだけども確かなんですよなんかねその変な契約がない分だけねもう何 コンンプライアンス付きの契約でこれを破ったら大変なペナルティがありますよっていうのがない分だけあのこの環境を壊してたまるかっていうね勝手な自発的なエネルギーが働くんですよねうんまあすごく良かったなとそのインターネットの世界に入っていろいろビジネスさせてもらってまあねあの例の会長とかねあの与沢翼さんとかの出会いとかありましたけども。 まあ今一番財産だなと思えるのはこの億万長者合宿っていうものが私の人生に死ぬまであるってことでしょうね下手したら死んでいく後もあるんでこんな財産が持てればもう本当に十分お釣りが来るなと思うんですよねすごいことだと思いますということで財産の財で書いてみました